J-WAVE を聴きの皆さん、こんばんは。高橋優です。この番組は毎月一人のクリエイターがマンスリープレゼンターとしてナビゲート、毎週すごいと思う音楽を紹介して、そのすごい音楽を作った本人と深夜に音楽座談会をお届けしておりますが、今日は私高橋優の担当が最終回ということで、ゲストさんとの対談ではなくて僕自身と対峙する回をお届けしたいなと思います。メジャーデビューして今年で10周年を迎えたんですけれども、そんなお話から、あんまりしたことがないデビュー前、自分の音楽との出会いなんかのことも皆さんにお話しできればななんていうふうに思います。J-WAVE ワウミュージック、今夜は私高橋優がデビュー10周年と、そしてそれ以前の自分を振り返ってみようと思うんですが、僕の生まれは秋田県の横手市というところで、雪が深すぎるから雪で作ったかまくらっていうのでお祭りがある、鎌倉祭りが毎年2月に開催されているような、山奥県、秋田県内陸南部という場所で生まれ育ったんですけど、周りで音楽をやっている人とか、常に何て言うんですか、街に出たら、いろんな音楽が奏でられてるみたいな環境では全然なく、川のせせらぎとか山のざわめきとか、遠くから狐の鳴き声がしたりとか、なんかそういう自然あふれる場所で育ちました。で、今だから言えるんですが、そんな地元が正直好きじゃなくて、テレビやラジオを聞いてるとすごく華やかな世界のお話が見えてきたり聞こえてきたり、それでその華やかな世界で音楽を奏でている人たちとかがかっこいいなーなんて思ってて、僕が中学校の時に流行ってたのが、ラルク・アンシエル、ルナシー、グレーみたいな、なんかああいう、もう今で言うね、もうレジェンドクラスになってる方々ですけど、あの方々がもう大ヒット作を飛ばして、最初インディーズから名が知られてきて、もうみんなテレビに出るようになってきたぐらいの感じの時期だったんですよね。だからこぞってみんな、あの番組見たって言って、その感想を次の日学校で語り合ったりとかしてて、でその中学校の学校祭でグレーのコピーバンドやるぞってなって、グレーのソウルラブっていう曲を歌ったのが多分初めて、人前でマイクを持って歌った経験だったと思うんですけど、当時僕坊主頭で、学ラン着てスポットライトを浴びる喜びを覚えて、でその一回組んだ学校祭のために組んだバンドなんでね、もう学校祭終わったらすぐもう解散して、もうその時3年生だったからみんなは受験勉強だっつって一気に切り替えられるんですけど、僕はなんかその時不思議な感覚になって切り替えられなくて、全然もっともう一回やりたいって、別の場所でもあれやろうよなんて一回言ったんですけど、誰も振り向いてくれなくて、いやもう勉強だよっつって、勉強しなきゃダメなんだよって言われて、でその気持ちを抑え込まれたまんま、僕も高校行って、で高校行ったら行ったでやっぱりでもあのバンドやってた時が楽しかったから、あの音楽やってる友達をこう探り当ててですね、あギター弾いてるんだねなんつって、でその人の近くに行って、いや俺もねたまに歌なんか歌ったりするんだよねなんて言って、仲良くなってちょっとバンド組んだりしてみたいな感じで、ちょっとずつ自分はこう音楽に入っていったなっていう思い出があります。でそれとは同じようで同じじゃないか、自分のその人生観みたいなものがずっと一個あるんですけど、それが何かっていうと、あなた何やってる人ですかって聞かれた時に胸を張って何やってる人ですって答えられる大人になりたいっていう、なんか憧れがあったんですね。僕は歌を歌ってる人ですって言えるようになりたいなっていうのが芽生えたのも多分その時期だったんですよね。で歌を歌っている人ですって言えるようになるためには何をすればいいんだろうって考えた結果、当時の高橋優が思いついたのは毎日歌うっていうことになりまして、自分家の、実家の近所にも、雑木林が茂った山がいくつかあるんですけれども、夜中にギターを持ってて
2時間くらい歌うっていうのをずっとやってたんですよ。毎日それをやってて、高校の頃もバンドは組んだんだけれども、結局のところコピーバンド以上にはなれなかったというか、ブラフマンのコピーをやってたんですけど、自分がちょっとずつオリジナルの曲とか書くようになって、それをみんなでやろうよって言っても、これもまたみんな、いやいやいや、コピーするのがかっこいい時代なんだから、オリジナルなんてっていう考え方から抜けきれず、結局秋田ではオリジナルの曲はほぼほぼやることなく終わってしまって、で大学で僕北海道に行くんですけど、まあ、その都度ね、これまた僕のなんか姑息な一面なんですけれども、高校は商業科で、大学は英語英米文学科って、別に全然音楽とかバンド活動と関係ないことを学んでるんですよね。でもそれっていうのはなんかこう一つのきっかけでしかなかったというか、なんか生活っていうものがありながらも、自分はこっそり何でもいいから音楽ずっとやってたい、音楽やってる人って言えるようになりたいみたいな気持ちはずっとあって、で英語の大学行って通いながらも、あれ歌毎日歌ってたのに、札幌行ったら山がないと、毎日山で山奥行って歌ってたのに、札幌都会だからどこで歌えばいいんだろうってなって、歌える場所を探さなければと思ってギター持って札幌の街を歩いて、見つけたのがたぬき工事っていうアーケード街だったんですけど、ちょうど僕が行った時間帯がもうなんかお店も閉まり始めて、夜の9時10時ぐらいだったと思うんですけども、シャッターが閉まってたんですよね。ここでだったらちょっと歌ってみてもいいかなみたいな感じで歌い出して、でアーケード街なんで声がすごくなんかお風呂場みたいに響くんですよ。で気持ちよくって、あ、ここでとりあえず毎日歌ってみれば、また自分のルーティンワークじゃないけれども、歌ってる人っていう風になるためになんか積み重ねられるかもと思って、でまたね、その初めて路上ライブ、まあ、その声を出したい歌いたいって思いだけで始めたその路上ライブの時に、お客さんが立ち止まってくれましてですね、すごく声感動したんですけど、いつもここで歌われてるんですかって聞かれて、僕は、はい、いつもここで歌ってますって嘘ついたんですね、初めてそこで歌ったのに。で、じゃあまた今度聞きに来ますってその人が言ってくれて、あ、じゃあこの人が聞きに来てくれるから、もうこれは後戻りできないぞ、もうみたいな、俺はここでこれから毎日本当に歌うんだみたいな感じで歌い続けて、で毎日だと大変になってきたから、学校生活とかもあるから毎週土曜日って決めてやり始めて、そしたらその人も本当に毎週来てくれるようになって、だからお客さんが欲しいとか、有名になりたいとかじゃなかったなと思ったんですよね、今に思うと。歌いたい、とにかく歌を歌って、自分は歌を歌っている人だっていうことを自己紹介できるようになりたいみたいなところから始まっていて、自分っていう人間ってなんだろうっていう疑問を振り払いたかったというか、それで音楽にしがみついたみたいな思い出を今話しながら、すごく記憶が蘇ってきました。大学生までの音楽の話をする中で、ギターが登場したんですけれども、僕高橋優は10年間多分アコギを持って人前で歌わせてもらった回数の方が断然多いんですが、実は一番最初に持ったギターはエレキギターでして、なんでかっていうと、最初に憧れたミュージシャンが XJAPAN のヒデさんで、ヒデ with スプレッドビーバーっていうバンドがとにかく好きになって聴いていたんですね。でヒデさんと同じギターが欲しくて、でも同じギターだとやっぱね、中学生とか高校生に買えるような値段ではなかったので、なんか通販のページがあって、プロのモデルに寄せて作ったちょっと安めのギターみたいなのがたくさん載ってるページがありましてですね、そっから、わ、これヒデさんのギターに似てる、これ買ってなんかヒデさんの真似してみたいっていうので買ったのが僕の一番最初に買ったギターなんですね。で結果的にエレキギター買っちゃったら、シールドも買わなきゃいけないし、アンプも買わなきゃいけないし、ディストーションとかね、いろんな音色を変える機材とかもいろいろ買わなきゃいけなくなるから、結果僕はエレキギター買って何週間かで心が折れちゃうんですけど、エレキギター単体で弾いたってあんまりいい音なんないし、でも自分が一番最初にギターを手にして弾いた曲は何のディストーションも聞いてなかったけども、ヒデ with スプレッドビーバーさんのピンクスパイダーっていう曲だったんですよね。ヒデさんって、僕が中学生の時にお亡くなりになられてしまったんですけど、お亡くなりになられた時にまだアルバムが発売される前だったんですよ。で、ロケットダイブという曲が出て、その後
まあ、ヒデさん の, あの、まあ、亡くなったニュースを見て、でその後でピンクスパイダーが発売されて、その後ハリーゴーランドっていう CD が発売されて、でヤズーっていうアルバムが発売されるんですけども、まあ自分当時何も音楽のこととかレコーディングの段取りとか分かんないから、どうやってこのピンクスパイダーはこの世の中に届けられてるんだろうっていうことがよく分かってなかったんですよね。だから余計になんか、あ、音楽をやってればあの世の中的に死んだってことになっても歌は歌われ続けるんだみたいな、なんかこう神秘的なものに感じたっていうか、まあ結果的にね、こうレコーディングしておけばそれ後からリリースされるとかっていうことも後で知るんですけど、でも今でも僕はなんかヒデさんがいなくなってるっていう感覚よりも、ヒデさんがギターをやって僕に死んでもなお届けてくれたみたいな、なんかすごく衝撃的な思いというか、そういう思い出がすごくたくさんあるから、なんかヒデさんの真似してギター買おうと思ったりとか、なんかあんな風な佇まいでかっこいい音楽奏でられるようになりたいなっていう思いが始まったような気がしています。まあ、私高橋優のデビュー前のお話だけで前半が終わってしまったんですけれども、まあそんなこんなで、まあ、メジャーデビューさせてもらって、もうかれこれ10年が経つんですけど、いろいろとまあ音楽の知識が、まあ、当時中学校で初めてバンドを組んで学校祭をやった時に比べれば増したかなと、いろんな選択肢を用意できるようになったのかなっていう気持ちはありつつ、変わってないなって思ってる部分もすごくたくさんあって、決していいことではないかもしれないし、でも悪いことでもないのかもしれないなと思うんだけど、曲の作り方っていうのが僕は多分初めて書いた時から今だに何も変わってないと思っていて、毎日僕ノートに何か書くようにしてるんですね。それ何かって言って何でもいいと、今日こんなことがあったよ、例えば J-WAVE で、ラジオ番組で喋らせてもらったとか、今日飲んだ新発売の何かがすごい美味しいジュースだったとか、何でもいいんですけど、まあ、書くようにしてて、でそれはいつからやってたかっていうと、僕小学校の時からやってたんですよ。その毎日書いているノートの中にだんだんコード譜が乗り出したっていうのが、まあ僕にとっての曲作りだったんですね。こんなことがあったけど君はどう思うとか、僕はこういうふうに思うんだ、間違ってるかもしれないけれどもこのノートの中だけにはそれを書いておこうかなみたいなのに、だんだんメロが乗っかりだしたと。でメロを乗っけておくためには録音もしなきゃ覚えておけなくなるからっていうことで、当時高橋家にあったでっかいカセットレコーダーをですね、僕の部屋に持ってきておいて、それでガチャってやってその録音したりする作業になっていって、まあ、今に思えばそれが僕の曲作りの原型なんですけど、まあ、時々ねありがたいことに例えば映画のタイアップをいただいたりとか、なんか CM の楽曲とかっていう風にお願いしていただいて曲を書くことがあるんですけど、そういう時っていうのはまあもちろん元ね、なんていうんですかね、原案があるものに対して自分のアイデアを混ぜるから、またちょっと違う作り方っていうのも少しは覚えたんですけど、でもじゃあ自由に曲書いていいよって言われたら、僕は今でもやっぱじゃあまずなんか書いてみようかなっていう感じで、毎日小学校の頃からやっていたそのノートに自由帳に自由に何かを書いて、でそれにメロディーを乗っけて歌う。でこの10年間の中でいろんなそのタイアップだったりいろんな曲の書き方をした中で、今年2020年のお話をさせていただくとですね、僕にとってはメジャーデビュー10周年だったんだけど、くしくもコロナ禍においての日常生活になって、ツアーも全国ツアーやってたんですけど中止になって、家の中にずっといなきゃいけなくなった時に、自分の生活のリズムが一回壊れたんですけど、どうしていいか全く分かんなくなった日々もあったんですけど、その生活を立て直すきっかけになったのが、まあ、やっぱそのノートだったんですね。そのノートに何か書いて、でそれにメロディーつけて、リリースとかもね、コロナ禍の中だといつできるか分からない状態になってしまったので、レコーディングに関してもレコーディングもするのが難しいっていう日々もあったから、だからどの曲をレコーディングするかわからない。でもそれは裏を返せば、初めて曲を書いた時と状況が全く一緒だなと。もう自由に書いちゃって、何でもいいから書いて、結論が出てようが出てまいが疑問符だろうがなんだろうが、とにかく書いて、自分が
曲作りって、あ、これがやりたかったな、こういうことが楽しかったんだよなっていうことを思い出すのに十分な時間をいただいたなっていうのが僕の2020年の上半期の感想なんですね。でその中で今回のリリースさせてもらったアルバムが完成したんですけど、まあ曲書いたんですよ、そのコロナ禍で40曲ぐらいで、中にはもう本当にただ1から100まで数えるだけの歌とか、あいうえおからあーから最後のうんまでただ言うだけの歌とか、コードもなんていうんですか、コードの展開考えないで、ただ A メロは A だけ、 B メロは B だけ、 C メロ、まあ要はサビは C っていうコードしか使わないみたいな、なんかそういうなんていうんですか、ギターで遊んで曲書いたというか実験的なことをたくさんやらせてもらって、でその中の実験ソングもですね、今回アルバムの中に収録させてもらったんですね。 ABC っていう曲なんですけど、まんま ABC なんですけど、まあ恋愛でも ABC ってたまに言うじゃないですか、どこまで行ったのみたいな、え、 B まで行ったの、え、 B みたいな、なんかその ABC とギターのコードの ABC をかけて ABC っていう曲を書いたりして今回のアルバムに収録させてもらってるんですけども、なんかそういうなんていうんですかね、ことをやれたのはくしくもなんだけれども、この10年目にして10年音楽をやらせてもらった今年こういう状況になったからこそなんだなって。変な話、7年目とか8年目で今年みたいな状況になってたらまた全然違う行動を取ってたかもしれないし、この10年やってきたからこその余裕みたいなのもちょっと出てきて、こういう曲作りだったりとか、自分の表現が改めて、あ、やっぱこれが自分なんだなっていうのを思い出すひとときになったのかなっていうふうに思ってます。ぜひとも皆さんにアルバムを聴いていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、作詞の中で言うと僕が尊敬する人っていうのはすごくたくさんいるんですが、さっきからのまあ自分の原点の中の話で言うと、中島みゆきさんの存在っていうのはやっぱり僕の中でずっといて、小学校の時に家なき子っていうドラマがめっちゃヒットして、で足立由美さんの同情するなら金をくれっていう衝撃的なセリフとともに流れる空と君の間にっていうね、中島みゆきさんの曲を僕は自分で CD を買いに行った覚えがあるんですけど、君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなるっていう言葉が小学生ながらにものすごい衝撃的で、あのドラマにももちろん合ってたんですけど、すげえなと、悪にでもなるんだと。でよくよく何かの記事を読んだら、あれは足立由美さんではなくて足立由美さんと一緒に、一緒に歩いてる犬の気持ちを歌ったんだっていう記事を何かで読んで、犬の気持ちになれるようになるんだ歌い手になればみたいな、それってすげえなと思って、自分もなんかその自由な曲作り、自由でしかもそのいろんな視点を持てるって曲作りに関わらずなんか素晴らしいことなんじゃないかなって思って、自分だからこそ見える視点を歌えたらいいなっていうのは今もずっと思ってます。牧原紀之さんの軒下のモンスターっていう曲も僕すごい好きで、あれもおそらくご本人でなければ書けないだろう、ご本人の人生、ご本人の価値観をダイレクトに歌詞にしていて、今回のアルバムの中でもパーソナリティっていう先ほど聞いていただいた楽曲があるんですが、あの曲はラジオを聴く人たちの方が断然多いわけだから、共感値が欲しいならラジオを聴く側の曲を書けばいいじゃないって言われそうなところなんですが、ラジオを発信する側の人の気持ちを書いてみたいと思って、目の前にはマイクっていう言葉から始めて、から少しディレクターとか、そのラジオやってる人じゃないとその景色思い浮かべづらいかもしれない、その景色を描写しながらパーソナリティという人のことを歌ってみようっていうことをやってみたり、だからなんかまあ、こうやって話していくとね、じゃあ曲作りとは何なのかとかっていう結論なんて全然出ないし、これからどうやっていくのかっていうのも多分これからもめちゃめちゃ実験的にその時思ったことをその時思ったことやその時見てたものを僕は歌い続けていくんだろうなっていうふうに思ってます。まあ、最後にね、今この世の中が
ライブであんまり気持ちを解放できるかどうかが微妙な感じになってきてるっていうか、お客さんは声を出しちゃいけない、あんまり隣の人と肩組んでもダメなんかそうやって、ちょっとライブの形も変わってきている感じがあって、で僕はずっとお客さんと同じぐらい叫び会いたいみたいなライブをやってきてたんで、お客さんが叫んじゃダメなライブという現状はものすごく切ないし、ちょっとずつ表で歌わせてもらえるようになってきてるけど、やっぱ辛い気持ちも正直あります。でもこれぐらい世の中がひっくり返るような出来事が起こるってことは、もしかしたらまた同じように世の中がひっくり返ることが起こるかもしれないし、そうなったらもっと濃密に接することができるライブっていうのも待ってるのかもしれない。僕は悲観するよりも、これからまた何が起こるかわからない現状にワクワクし続けていたいっていうのがずっとあるので、まあ今はこうだけど明日はどうかなっていうのを常に楽しみに思ってたいなって思ってます。高橋優がナビゲートしてきましたワウミュージック、いかがでしたでしょうか。まあ、久しぶりにお話しさせてもらった方、初めてしっかり向き合ってお話しさせてもらった方、本当に素敵な方々がゲストに来てくれて勉強にもなったし、驚きもあったし、それでなんかちょっとこの今年についてもみんなでちょっとずつ話せたことがなんかこれからにつながるなとも思えて、とっても有意義な時間を過ごさせていただきました。聞いていただいている皆さんにとってもほんのちょっとでも何か、いいきっかけになる時間だったらいいなというふうに今思っているところです。11月のマンスリープレゼンターはナルバリッジの JQ さんが担当してくれます。お楽しみに。これまで放送してきた番組の模様は後日 YouTube で配信中の番組ミュージックファンでも配信されますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは私とはまたどこかでお会いしましょう。ここまでのお相手は高橋優でした。